こんにちは。知得週刊コサイ MC の飯田真希です。この番組ではコサイ市内のニュースや身近な話題を毎週更新でお届けしています。気づけばゴールデンウィーク目前です。今年もおうち時間が多めになりそうですが、それぞれのおうちで楽しみを見つけてみてくださいね。それではラインナップです。最初の話題です。湖西市では16日から65歳以上の市民を対象に新型コロナウイルスのワクチン接種の予約受付を開始しました。接種の方法は高齢者入所施設への巡回接種、健康福祉センターおぼとと新井地域センターの2会場で行う集団接種、浜名病院で行う個別接種の3種類となっています。ワクチンの供給量が限られているため、特別養護老人ホームの入所者を対象とした巡回接種を来月1日から開始し、その後8日から集団接種、10日から個別接種を行う予定です。ワクチン接種は予約制で、12日から郵送を開始した接種券が届いた方から予約することができます。予約受付はコールセンターへの電話申し込み、または市のホームページからインターネットで申し込みのいずれかになります。詳しい予約方法は郵送された接種券に同封されている案内、または市のホームページでご確認ください。なお、接種当日は肩を出しやすい服装で、接種券のほか運転免許証や健康保険証などの本人確認書類、予約後に郵送される予診券をお持ちください。続いては番組リポーターが湖西の街を巡るコーナー、ブラ旅湖西です。今回はリポーターのまちちゃんが湖西春のパン祭りと題してブラ旅します。それではどうぞ。こんにちは、ウィンディ湖西業所の山本町です。今日は春、うららかな気候で、やっぱ春といえばなところに行きたいなと思いまして、春といえばパンです。春のパン祭り開催しませんか？春のパン祭り？はい、いっぱい食べた人が白いお皿をゲットできるというあれですよ。ゲットできんの？ちょっとゲットまではできないんですけど、まあその直前まではいけるかな。直前？気分的にいけるかな。気分的に？はい。じゃあパン屋さんに行くわけ？はい、行きましょう。やってんの月曜日だけど。気分ですよこれ。気合で探しに行きましょう。はい、行きましょう。助手席じゃないの？そっち。いや、こうスライドしてくんで大丈夫です。最近視聴者の方からよく声をかけられます。山本町20歳、そんな彼女が湖西の町をぶらっと旅するぶら旅湖西。今日はどこ行くの？今日パピヨンさんに行ってみたいと思います。パピヨンさん？はい。パン屋なの？パンとケーキのお店ですかね。本当？はい。え、パピヨン湖西ってどんなお店かも知ってないの？正直、Facebook の1ページ目しか見てないです。なんかパンの写真がありました。本当？はい。なんで私は、あ、これはパン屋さんだと思って、君に決めたってしてきたんで。安直。どこ？あ、ここ。お、いいですね。こちら、こちらががパピヨンさんですね。ここにほらパピヨンって書いてある。あ、本当だ。キーコーヒーってなんすか？キーコーヒー知らない？知らないです。鍵が入ってるんですか？ここがパピヨンですね。こっち多分正面じゃないよね。え、向こうの方が映えない？あ、確かにちょっとそうかもしれないです、うん、行こうか向こう。お、本当だ。こっちから見たのが正面じゃん。私ずっとパピロンだと思ってたんですよね。パピロン？はい。マキロンみたいに言わないでくださいですか？え、あれどうやったら4になるんですか？パピロンなのかな。いや、でもパピヨンって書いてありますもんね。うん、行きますか。でもそういえばアポ全然取ってなかったんで、うん、今から取りに行ってきます。
こんにちは、すみません、浜松ケーブルテレビなんですけど、今ちょっとこの辺り回ってまして。どうでした？おお、さすが。もう営業してるんでね。行きますか。うん、すごいね。すごいですよね、めちゃくちゃおしゃれで、なんかこの熊の、熊がすごい大きいぬいぐるみがあります。やっぱあれですね、お菓子の種類がいっぱいありますね。ね、うん、でも見てください、あっちに求めてたものがありますよ。わあ、いいですね、ハード系もあって、あ、アンパンマン、アンパンマン一体だけ小太りじいさんみたいになってるんですよね。ほっぺたが落ちるほど美味しいっていう、そういう意志の表れだと思います。全体的に可愛いのが多い。可愛いですね。普通のこの惣菜系も揃ってるし、ね、美味しそうですよね。さっきの方めっちゃドーナツ買ってましたもん。正直初めて来ました。ずっと気になってはいたんですけど。損だね。損ですね、1年間。ケーキの種類もとっても豊富です。一個一個めちゃくちゃクオリティがすごい高い。ね。ね、すごいですよね。これケーキに加えてパンも作ってらっしゃるから。お誕生日おめでとう、ミオ4歳。あ、でもすごいね。ね、すごい、このリンゴのスライスとかの、ね、いいな。これ。あ、なりました。店長さんにお話を聞いてみました。はい。で、今大丈夫ですか。はいはい、あ、ありがとうございます。何年ぐらいやってらっしゃるんですか。ちょっと何年か分かんないぐらいです。あ、そうなんですね。はい、給食の頃からやってまして。あ、給食も提供してるんですか。はい。はい、で、そこから、まあ、ケーキとパンを売るようになったのは、もうこれで45年とか。45年とかですか。はいはい、うん。あ、じゃあもう何代目とかそういう感じですか。あ、私2代目です。あ、そうなんですね。はいはい、あ、こだわりとかってお伺いしてもいいですか。こだわり、はい、こだわり全部手作り。お、はい、地元の素材使って全部手作りでやってます。あ、地元の素材なんですか。はい、で全部が全部そうじゃないですけど、うん、あ、はい、うん、できる限り手に入るものは。どういったのが地元のものですか。まあ、もちろん卵といちご、はい、今ですといちごフレッシュ感が違うので、もうそのまま、例えばいちごだったら農家さんからそのまま積み立てのいちご、そのままもう数時間でここに来て、数時間後にもいちごショートケーキみたいに並べる、はい、そういうことができる。もちろんできない商品もありますけど、うん、1日前まで畑にあったものが、うん、あ、そうですそうです、ここに並んで、すごい、全部が全部そうじゃないですよ。あ、そうなんですか。でもいちごとかすごいキラキラしてて、うん、綺麗で色も美味しそうですね。おすすめの商品教えていただいていいですか。おすすめ、はい、シュークリームです、ね、シュークリーム、はい、かわいい。クマがあれですか、イメージキャラクターなんですか。あ、全く違います。あ、違うんですか。はい、すごい全員でそれなので、別にクマでなくてもよかったんですけど。あ、そうなんですか。かわいいのでクマよく使ってます。 あ、クマがお好きってことですか。あ、別に特にそうです。あ、そうなんですね。はい、だから かわいくないですか。あ、かわいいです。かわいいですよね。はい、うん、なんかクマが好きなのか、はい、そうでもないのか。いや、ちょっと、いや、でもツンデレみたいな、そういう感じだと思います。あ、なるほどね。クマを語る瞳が輝いてたんで、なんかちょっと儚げな顔してますね。今ちょっと耳に入っちゃったんでしょうね、別にクマみたいな。いや、全然みたいな。全然みたいな。確かにちょっと悲しいで。あ、お客さんが、私がお話ししてる間にも続々と、ね、まだ朝10時ですよ。パピヨンさんってよくご利用されるんですか。ドキドキ。ドキドキ。地元の方ですか。あ、そうなんですね。やっぱこの味を求め。何が好きなんですか、いっぱい。全部好き。全部好き。全部美味しいということで。ここね、生地が美味しいの。パンの生地がね、すごく美味しい。もちもちしてるんですか。うん、そうだね。ふわふわ。すごいですね、やっぱリピーターが多いっていうお話だったので、ついに選んじゃう。選んじゃいます。何がいいよ。いや、正直さっき見たこのダブル北海道にめっちゃ惹かれてます。北海道って一つしかないのにダブルなんですよ。確かに。これはやばいでしょ。日本列島に。そうなんですよ、日本列島。北海道2つ出現。そうです、北海道が2つ出現してるっていう。いきますか。
あとやっぱ決めてたんで、うん、どれ、アンパンマンを迎えに行きます。アンパンマン、今目があったんでこの子にします。目があったの、はい、怖くない？え、怖いでしょ。アンパンマンの中身が本当にあんこなのかが気になるんですよね。ケーキいっちゃいますか、ね、悩みますね。こんだけ種類あったら、さっきおすすめいただいたいちごを乗ってるやつがいいんですけど、一、うん、つだけも光り輝いて見えるじゃないですか、うん、いちごミルクプリンいっちゃいますか。はい、あとシュークリームはあれですもんね、確定でいきたいですもんね。おすすめだもんね。おすすめ、これでオーダーストップです。お会計を済ませて店内の飲食スペースでいただきました。早速ご用意いただきました。いやもうどれもこれもめちゃくちゃ美味しそうです。私朝ごはんしっかり食べてきたんですけど全部いっちゃいそうです。いけます。名前のインパクト大のダブル北海道。北海道の空気が味わえます。ふわふわ系でジャガイモがホクホクしてるんですよ。こりゃ北海道って感じです。北海道の大地が口いっぱいに広がります。中が多分シーチキンが入ってて、でもうジャガイモがドカンと1個っていう感じです。続いていただいたのは人気キャラクターがモチーフのこちらのパン。アンパンマンだ。僕アンパンマン。やめましょう。うん、なんと中身がカスタードでした。あ、でもすごい美味しいです。プリン、プリンの味がします。プリンの味がする。プリン、プリンっぽい味がします。カスタードだから。あ、そうです、そうです、カスタードプリンの味がする。うん、美味しいです。続いてインスタ映えしそうないちごミルクプリン。やばくないですか、ここ。もう意外、すごい。すごいですね、これ。めっちゃやらすじゃん。いただきます。うん、おいしい。みずみずしいです、すごい。なんか酸味とかが全然なくても、甘いっていうイチゴです。ミルクプリンの方もいただきますね。え、めっちゃ美味しい。わかりました。何？飲み物です、これ。なんかジュルジュルジュルって全部いっちゃう感じ。分かったことがあります。飲み物ではなかったです。この上の透明のとこしか飲めなかったです。下が落ちてこなかった。まあね、スプーンはご用意いただいた方がいいかなと思います。最後は店長おすすめのシュークリーム。おー、わふわふわタイプのカスタードクリームです。あれです、私の脳みそぐらい詰まってます。うん、うん、まっ。え、これこそ本当に飲み物です。クリームだけずーって飲んじゃいます、これ。なんかカスタードクリームがもったりじゃなくて、うん、ふわふわしてて軽いです。なんかかじるためにサクッて音が聞こえるぐらいサクサクしてて、うん、軽やかな生地です。マチさん芸人さん好きじゃん。芸人好きです。芸人に例えると何？あ、錦鯉の長谷川正則さんですかね。錦鯉の M1 出てた、はい、あ、そうですね、M1 出てた、あのノリノリ正則の方です。正則さん、ちょっとなんか何も考えてなさそうじゃないですか、うん、それぐらい軽いっす。嫌な表現だな。こう長年の重みもあるけど、言ってる内容が軽いんですよ。嫌な例えだな。なんで、もうこんにちはって感じです。さようならします。しなくていい。はい、うん、正直シュークリーム2個いけます。めっちゃ美味しいし、うん、正直なこと言っていいですか、うん、あら、今8分目ぐらいです。やばいじゃん。
ちょうどよくなってきちゃってる。あともう1店舗ぐらい行く予定なんだから ね、まあ、私のお腹って15まであるんですよ、うん、んでまだ何その波動球は108球目まであるみたいな。あ、すみません、ありがとうございます。うん、ごちそうさまです。もうどれもこれもすごい美味しかったです。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。ちなみにちょっとはっきりさせたいんですけど、うん、はい、店長さんってクマ好きなんですか。うん、いや、クマ？うん。もうぬいぐるみとかも、うん、好きでしたね。あ、過去形なんですか。うん、そう、うん、いや、実は好きだった。あ、実は好きだった。そうそうそう。じゃあ隠れクマファンだったんで。あ、じゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。最後にすみません、視聴者の方に向けて一言いただいてもいいですか。はい、ええ、コロナ禍ですけどぜひご来店よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いいえ、ご苦労様でございました。すみません、すみません、うち塩パン結構人気あるの。あ、そうなんですね。入ってます。よかったら。 ありがとうございます。食べてください。いただきます。ありがとうございます。お土産までいただいちゃいましたよ。もう営業所についてもパン祭りってことで、せっかくなのでこの場でいただいてみました。お土産のお土産って言われたもの、こんなすぐ前で食べる人います？うん、うん、今食べる前にうんって言わなかった？違うんですよ。なんかカリッカリなんですよ。ここが、ここはここの部分がカリカリ、こっちがふわっとしてるんですよ、うん、え、すごい、もう想像してたの全然違います。本当、一口もらっていい？え、あげないですけど。あげないの、はい、なんで？いや、コロナ禍ですしね、うん、何あげないよみたいな。カリッカリです、こっち側が、うん、なんかバターっぽい。それバターだね、バターロールなんだから。あ、そうなんですか、うん、バターロールなんですか。バターロールでしょ、どう見ても。正直なこと言っていいですか、うん、今腹12分目なんですよ。15まであるっつったじゃん。あと3あるじゃん。あと3は3を生かせ。この芋が膨らんできてるんですね。ああ、パン祭り終了のお知らせじゃないんですか。継続だよ。継続決定、いきますか。継続決定だよ。いや、今日も天気は、今日は天気もいいし、パンは美味しいし、今日地球滅んでも満足です。私はもう塩パンをかじりながら最後の時を見守るんで、あのポンペイの映画みたいな感じで。うわー、やばい、ポンペイがわかんないっす。ポンペイ知らないの？ポンペイ焼きしかわかんない。火山灰で埋まっちゃった。え、何それ、そんなのあるんですか？古代都市だよ。あ、で、あれですか、1000年後とかにその時代の人々に私は塩パンを食べてる姿で発掘されるってことですね。そう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 。1000年後まで恥かいてどうするんですか。もう1店舗行きたいけどさ、はい、スキヤですか？スキヤじゃなくてさ、はい、デイリー山崎にですか？いや、パン屋。営業所一旦、湖西営業所に戻ってきました。あ、お疲れ様です。お土産をいただきました。お土産にいただいたので、ありがとうございます。知得週刊湖西新ディレクターの中山さんです。はじめまして、よろしくお願いします。5月からディレクターなんですかね、はい、そう、知得週刊湖西を作ります。よろしくお願いします。合唱みたいにやるかなってですか。何も考えてなかったの、もう動くしかなかったんですよ。そうなんです。じゃあせっかくなんで中山さんも一緒にブラ旅行っちゃいますか、はい、後半。はい、まだ終わってなかったんで。終わってないんですよ。もうお腹がいっぱいなんですよ。ガーさんどれぐらいです、お腹？私、はい、朝ご飯食べてから何も食べてなくて、はい、あ、私の胃となってください。これ食べたかったんだけど。あ、本当ですか。このケーブルはね、赤い糸と同じなの。ケーブルテレビに秘められた私は運命を信じるわ。驚きと快適のネットプラン、さあつなげていくよ。ハートバーン。あれ、後半はどこに行くの？後半は、うん、ちょっと前から気になってた左方向です。鷲津駅周辺に古月さんっていうパン屋さんがあるので、そこに行ってみたいと思います。あ、本当？はい、古月、看板だけ見たことあります。本
と、はい、看板だけパン屋さんだと。ということで鷲津駅前のフレッシュベーカリー古月にやってきました。いいですね、食パンの看板が。あ、入れてくれる。そしてさすが古菜の民度高いですからね。着きましたね、古月。この食パン何人前ですかね。だいぶだ。だいぶいいですね、あれ。じゃあ頑張れ。浜松ケーブルテレビなんですけれど、今この辺り回ってまして、もしよろしかったらちょっと取材。どうでした？ OK でした。本当？はい。ただちょっとお忙しいので、うん、ちょっと構っていただけないです。こんにちは。こんにちは。すごい、いい香り。いい匂いしますね。あ、めっちゃ種類あるね。めっちゃ種類あるんですよ。でなんか結構もういっぱい人来てるから売れちゃった商品もあって、これだけの種類があります、うん、フレッシュベーカリーって書いてあるんで、やっぱ新鮮なパンってことですね。新鮮、出来たてじゃね。出来たてでしょ。焼きたてだな。焼きたてね。焼きたて、うん、アンパンマンに目がいっちゃった。さ、実はさっきのお店でもアンパンマンがあったんですよ。そうなの。私アンパンだと思って食べたの。なんかクリームで。あ、え、これもクリーム入りって書いてある。え、アンパンマンは実はクリームパンマンなんじゃないですか。そう。何行きます。え、これアンパンマン行きたいですよ ね。アンパンマン、アンパンマンかわいい。これはね、確定ですね。私これ甘口焼けカレーパンが気になる。お、これにします。あれですか、もしかしてアンパンマン買ったから、うん、カレーパンマンで行こうとしてません？それをね、組んでメロンパンナちゃんで行きたいと思います。寄せてくるね。寄せてきますよ。お願いします。古月さんって どれぐらいの間やってらっしゃるんですか？もう100年ぐらい。えー、そんなにいけるんですか？最初はなんかおせんべい屋さんだ。おせんべい屋さんってそう、ずっと鷲津駅の周辺でやってるんですか？うん、ここでね。そうです。こだわって作ってますので、おいしいパンを。はい、お味はすごいもうおいしいということで、はい、ありがとうございます。一番人気はあのカフェ。あ、そうだったんですか。あ、すごい、見えるところでもレーズンめちゃくちゃ入ってますもんね。お母さんの営業力がめちゃくちゃ高いですね。重た。重たいでしょ。すごい。はあ、みんなびっくり。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。購入したパンは本光寺の広場でいただくことにしました。見えました、これが本光寺です。どれってなるよね。これって言われても駐車場しかないだもん。駐車場広いね。駐車場、もうこのこれもおすすめの駐車場なんで、やばい。人がいると思わなかった。なんでわざわざこんな広いの。わざわざ隣に嫌がらせかってなる。ぐるぐるして、なんでぐるぐる。なんでぐるぐる行くよ。メリーゴーランド。メリーゴーランドじゃねえよ。なかなかないよね、パン持ってお寺って。そうですね、お寺ってなんか確かにそうですね。和と洋の決戦じゃないですか。何、和と洋の決戦って何。仲良しですね。そうす、決戦じゃなくて和と洋の仲良し。和と洋の仲良し、どういうことだろう。助けて。というわけでこちら広げてみました ね。美味しそう。美味しそう。出来たて。なんか湯気が出てますね。ね、湯気か。いや湯気ではないだろう。水気が。古月のアンパンマンは一体どんな味なんでしょうか。うん、うん、うん、みんな好きな味って感じです。やっぱ国民的キャラクターなんで、クリーミーです。すごくザ・クリームパンって感じです。甘さ控えめな感じで、ね、あ、そうですね。なんであっさりしてて、うん、やっぱりほっぺたのとこはちょっとサクサクしてる、うん、うん、食感がいいですね。さすがですね。何がですか？この差。この差、この差って言わないでくださいよ。私も頑張って生きてるんですから。
続いてアンパンマンつながりで選んだカレーパンとメロンパン、どちらもとっても美味しそうです。美味しい、うん、美味しい。カレーどうですか。カレーは甘口カレーパンって書いてあったからすごく甘くて子供大好きだと思う。子供から大人まで、うん、食べやすい、美味しい。しかもお肉も野菜もしっかり入ってる。食べごメロンパンの中にクリームなんですごい甘いかなと思ったんですけどそんな甘くないです。卵がすごいしっかりしててクリーム自体でめちゃくちゃ美味しいです。まあ、芸人シリーズやりますか。じゃあ芸人シリーズ、何それ。芸人に例えると野田クリスタルって感じです。野田クリスタル M1 シリーズでマジカルラブリー。そうです、マジカルラブリーの見た目からして面白そうで中身も面白いじゃないですか、うん、なんかクリームもたっぷり入ってるんで野田クリームパンってことです。野田クリームパン、はい。パン、カレーパンを、なんか中山さんの好きなアイドルとかいませんか。嵐のメンバーでいうと誰ですか。これはこれ、はい、やっぱ松潤じゃないですか。松潤それ中山さんが松潤好きとかそういう話じゃないですか。そういう話なら好きな芸人芸能人発表しただけになっどの辺が松潤なんですか。ちなみにこのシュッとした感じ。ああフェイスライン、フェイスラインフェイスラインがかっこいい。かっこいいところ。それ松潤のかっこいいところじゃないですか。ちょっとこうちょっとこう武将ひげが生えた感じ。それも松潤じゃないですか。だから最後はボリューミーなレーズンパン。シャレーズン詰まってる。すごい。めちゃくちゃここら辺レーズンすごい。どこも詰まってますね。ふんだんに。ふんだんに。贅沢に入ってる。いただきます。いただきます。うん、うん、食べた瞬間にカフェのね、うん、いい香りが広がるね。広がりますね、うん、その後にレーズンの酸っぱさが口に広がる感じ、うん、広がりますね。おいしい。広がりますねしか言ってないじゃん結構いっぱい、はい、いや、なんかゾーンに入りましたゾーンに入ったはい、今なら食べれます。以前5歳のパン屋さん、空海さん取材させていただいて、もう5歳のパンめちゃめちゃハマってるんですよ私。なんでこれからもねパン屋さん巡りたいです。春夏秋冬で全部パン祭りやりましょういいよ、やろう。やった、ありがとうございます。最終的にデイリー山崎行きましょうこれからも私がカメラマンになって取材していくので、まちちゃんの魅力と5歳の魅力を。マッシャンの魅力はいいですね5歳の魅力伝える番組なんで。あれ私の魅力も伝えていただくと嬉しいんですけどよろしくお願いします。はい、 OK です。終わっちゃった今日はパピヨンと古月に行ってきました。2店舗ともアンパンマンパンがあったのでアンパンマンパンを書いてみました左側がパピヨンで右側が古月です。両方とも美味しかったです。真ん中の白いお皿は例のパン祭りのお皿です。皆さんもぜひ古菜でパン祭りしてみてください。終わり。パピヨン古菜店とフレッシュベーカリー古月、皆さんもぜひ足を運んでみてくださいね。さて今週の七徳週刊古菜いかがでしたでしょうか。ここのところ昼夜の寒暖差がとても大きくなっています。体調管理も万全に健康に過ごしましょうね。それではまた来週、さようなら。